よく来てくれたな。ずいぶん早起きなんですね、ミスター・ブラウン。まあな、苗の学校の時間に合わせてるから基本的に早起きなんだよ。今夏休み中だが、もう習慣になっちまってる。お嬢さんはまだ寝ているんですか？うっせ、苗のこと聞き出してどうするつもりだ。寝込みを襲おうとしたらマジで殺す。しませんよ。数時間前、この家の前に6人の男が集まり、とあるものを持ってフランスに渡った。そのことについて当然ご存知ですね。それが IBN5100。 あなたは知っているはずだ。幻のレトロ PC だろう。あなたは何者だ？運び屋か、それともラウンダーか。うん、おめえは裏切ったのか、 M4。もしかして FP？ フェルディナント・ブラウンって知ってるか？おいおい、ブラウン管を発明したノーベル物理学賞の偉人だぞ。フェルディナント・ブラウン、頭文字は？あ、FB。 そういうことだ。一つ聞かせてください。あなたの奥さんは？苗を産んだ時に死んだ。それが。そんな。いやいや。俺への依存の次は現実逃避か？
あなたがラウンダーの一員だったとはな。セルンの犬だったとはな。犬か、間違っちゃいねえな。撃てば銃声で娘が目を覚ます。だからなんだ。娘にそんな汚れ仕事をしている姿を見られたいのか。俺の娘は見た目で判断するような器の小さい女じゃねえんだ。よりによってあなたがラウンダーとは。橋田鈴はあなたにそんなことをさせるために世話をしてやったんじゃない。なんだよおめえ、スズさんのこと知ってんのか。だったらもっと早く言ってくれよ。なあ、ずいぶん分かったようなもんじゃないか。スズさんは10年も前に死んだんだ。その当時岡部は8歳かそこらだろう。なのにスズさんのことが分かるってのか。分かるさ。俺の主観時間では彼女はほんの数週間前までこの時代にいた。未来を変えるのは君たちにかかってる。私は荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして君たちに責任を持って託すから。お願い、未来を変えてほしい。あなたのすぐ近くにいたんだよ。彼女は橋田鈴、いや天音鈴葉はセルンと戦うためにこの時代にやってきたタイムトラベラーだ。な、日本気づかなかったのか。 FB、 あなたの恩人は2036年からやってきたんだよ。我がラボの一員、ダルの娘だ。鈴葉はセルンを恨んでいた。なのにその鈴葉に世話になったあなたはセルンの犬か。これでは鈴葉が浮かばれないぞ。でたらめ言ってんじゃねえよ。どうしてこんなことになった。うるせえな、いろいろあるんだよ。本当に FB、 ああそうだ、メールは全部俺が書いた。なぜ女言葉かって、カムフラージュだよ。正体を隠すためのな。ネットでもネカマなんて腐るほどいるだろ。マジな話、大変だったんだぜ M4。 メール送りすぎだタコ。おめえのくだらねえ相談に全列してやったんだ。感謝しろ。そんな、FB は私のお母さんみたいな存在で、私は FB のためなら何だって。そう仕向けたんだよ。おめえみたいなメンヘルは簡単に依存してくれるから操りやすい。もうやめろ。
なぜ連絡くれなかったの？連絡？ああ、IBN5100 を手に入れた時点でおめえはもう用済みだからだ。用済み？ダイレクトメールでメンバーを募集するのは機密性の保持の観点からするとザルだけどな。それがラウンダーのやり方だ。そして IBN5100 を見つけたメンバーは任務達成となり口封じされる。例外なく全員だ。そうすることでセルンと委員会は機密を保持しつつ安い金で俺たちみてえなはみ出し者を利用してるわけだ。ルビー、あいつらにしてみればラウンダーは全員駒さ。悲しいことにな。任務達成はすなわち処分確定。扱いとしては犬通より家畜だな。逆らえば家族が危険にさらされるんだ。大事な娘に手出しさせられねえだろ。おい、よせ。鈴さんには悪いと思ってるよ。本当。なんでこんなことになったんだろうな。なんで。あなたは。娘を残して何勝手に死んでるんだよ。しかもなんで笑いながら死ねるんだよ。いない。
携帯を探そう。